はい、よろしいです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていただきます。はい、今日こちらヨッチャのアカウントなんですけど、ウィザードスケーキンエールを使ってみたパート4ですね、やっていきたいと思います。はい、まあ今これ3桁いってるんですけど、もうこれ序盤なので、まあまだまだ全然わかんないです。まあなんですけど、まあやっぱり序盤だったとしても、まあここに行くのにはやっぱ本当に結構苦労しましたね。はい、もう相手も、まあさすがに、まあほとんどがもう格上ばかりなので、正直なところやっぱりちょっとしんどかったです。はい、では早速やっていきましょう。はい、最初はこちら、ラバですね。はい、ラバに関してなんですけど、これ、同彩勝負ですね、もう。まあなんですけど、ちょっと自分はまだ、そうですね、もうユニットの延命がそこまでうまくないので、もう基本的にもう逆サイド、まあラバ展開してきて、その逆サイドに入り込める形組んで、それで、もう無理やり 1-1 の展開にして2本目折るっていった、まあすごいまあ効率の悪いやり方なんですけど、まあ今回ちょっとこれ、はい、逆サイド行ってますね。はい、これ、ウィザードが、これ、今回、スケルトンキングを殴ってくれたので、まあ、これで、タワー折ることができましたね。まあ、なんですけど、相手もこれ、タワー折ってきて、はい、まあ、状況は、そうですね、まあ、これ見てもらったらわかるんですけど、若干っていうか、もうこっちの方がやっぱり全然悪いです。まあ、なので、基本的に同サイド合わせてる方が、まあ、もしかしたらいいのかもしれないんですけど、ただ、まあ、そうですね、個人的にこれ、まあ、同サイで戦った経験もあるんですけど、基本的にはもう、そうですね、もう相手の空のユニットがもうもろに残ってしまって、それで、まあ、ゴリ押しされてしまうっていうパターンが、まあ、ほとんどだったので、まあ、前提として、まず、ユニットを延命する力が必要ですね。まあ、今回の環境だったら、やっぱ、ボイド打たれても、ちゃんとこう、スケルトンでカバーとか、まあ、他のユニットを出して、それで、ウィザードをちゃんと延命してあげるぐらいの、まあ、延命力がないと、ちょっとその話は成り立たないのかなと思います。はい、今回これ、相手ラバー展開してきて、で、これ、ウィザードが、これ、はい、途中で反応しなくなったので、これが大きかったですね。はい、これで相手の進化バルキリーもすぐ処理できて、はい、最後これも2周目リゴレでジジイといった感じですね。まあ、すでも基本的にはちょっとこれもう、まあ今回たまたまうまいこと言ったのであれなんですけど、まあただあんまり、まあいい勝ち方ではないですね。まあ、基本的にラバー相手だったら同サイド合わせてる方がまあ強いみたいです。はい、じゃあ次やっていきましょう。次、まあ今回ちょっとこれサムネにあるんですけど、はい、3桁モサですね。じゃあやっていきたいと思います。はい、相手はこれゴレですね。まあゴレなんですけど、ただ今回の相手の編成がちょっと変わってまして、呪文がファイヤーボールなので、もうこっちの進化ウィザーとかもめちゃくちゃ無敵ですね。もうこれ途中でめちゃくちゃアドバンテージ取られて、そっからゴレ展開されたんですけど、はい、もう進化ウィザードのおかげで勝つことができたといった試合内容でしたね。はい、まずここ相手なぜか知らないんですけど、ババ出してきて、これめちゃくちゃ美味しいですね。もうこれチャンスかなと思ったので、これ確かエリゴレつけました。もう相手これボイド持ってる前提で立ち回ってたので、これ間にダクネ挟んだんですけど、ちょっとこれが良くなかったですね。はい、もうこれめちゃくちゃアドバンテージ取られて、もう大変なことになります。まあもう普通だったらもうこれもうゴレ出された瞬間にもう GG なんですけど、はい、今回はもう本当にもうこれ進化ウィザードによって助けられましたね。相手これファイアーボールなんですけど、もうファイアーボールだけではこの進化ウィザードは突破できないので、
はい、これウィザードのハイダメージがダクネも処理してくれて、でしかもこれスケルトンキングが、はい、右に向いてくれたので、これでもうあの思いっきり形組めましたね。はい、まあこれで確か相手また5例、はい、そうですね、もう、まあ、なんですけど、ちょっとこれ守ろうとしたんですけど、ちょっと結果的にはこれ守れずに、はい、折られてしまいましたね。まあ、ちょっと残念なのが、これもう、ウィザードとダクネも処理されてしまったので、ちょっとこれはもったいなかったですね。はい、まあ、最後これゴリ押しでなんとか通ったんですけど、まあ本当にもう、はい、何回も言うんですけど、もうウィザードのおかげですね。これウィザードなかったらもうこの試合はもうほぼほぼ終わってましたね。はい、じゃあ最後なんですけど、こちら、はい、枯渇ですね。今回ちょっとインフェ枯渇ということで、もう相性めちゃくちゃいいです。まあ今の環境ちょっと正直もうこれインフェ枯渇はいないですね。もう枯渇デッキだったとしても基本的には進化テスラの入った枯渇デッキがまあほとんどかなと思います。まあなんですけども、枯渇よりもまあそうですね、そのロケット、まあ橋前ロケット、ごめんなさい、橋前プリンロケット削りデッキの方がまあ割合的には多いのかなと思います。はい、もうこれ相手施設出してこなかったので、まあ正直もうこの時点でまあすいません、もう新あのテスラではないなっていうのはもうこの時点では分かったといった感じですかね。まあさすがに、はい、テスラ持ってたらもう絶対進化カード回すために、あの回すためにも絶対出してるので、もうこっちとしてはもうただただこれもうロケット持ってるので、もう両サイド形組んであげれば OK です。もうこれ両サイド形組んであげ、もうあげればもうあの基本的にはもう誰でも勝てます。はい、まあ、最後これ394まで削ったんですけど、まあ、ちゃんとここからはもう呪文削りでしっかり勝っていくといった感じになります。まあ、あとはもう攻める必要はもう全くないので、もう基本的には防衛で防衛だけ集中してあげれば OK ですね。まあ、ただ気をつけないといけないのが、基本的にもう相手はこれもうナイトターゲットタワーのターゲット取らせてからのこれバリル使ってくるので、これプリンセスに対して矢なめ打ってしまうと大変なことになります。まあ、しっかりとこれ負け筋潰すためにも、もうプリンセスに矢なめ打つのはしっかり我慢して、まあ極力まあバレルに打ってあげたらいいですね。もうもし最悪プリンセスの延命が嫌だったらもうボイドを打ってしまってもいいですし、まあ、序盤せっかくそうですね、もうあれだけダメージ削れたので、もうそこのラッ、そうですね、もうそこをしっかり有効活用しつつ、まあ防衛に集中してあげれば、まあこんな感じで勝てるのかなと思います。まあさっきも言ったんですけど、基本的にはもうこれは相性いいです。まあなのでもう絶対に落としちゃ、まあダメな試合ですね。まあ今回ちょっとこういったマッチングにも恵まれて、まあ序盤なんですけど3桁いくことができたので、まあこれはこれで良かったですね。
はい、今日の動画は以上になります。またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。